このメニュー、インユネ語録は使えます。そうだよ。今回復刻版 CCC コラボの更新分でセラフィックスの生き残りのアーノルドが出てきたんだけど、これ人類最後のマスターに対する一点特化耐性の歪みがビースト3ラプチャーを招いちゃったんじゃないかな。具体的にアポクリファ世界のように、亜種聖杯戦争として魔術師たちの間で小規模な英霊召喚が流出してたり、レクイエムみたいに全人類に英霊召喚をする運命を分け与えられてるような状況だったら、それこそセラフィックス職員でも月の生徒会みたいに緊急事態を何とかする動きがあったかもしれない。少なくとも竹放棄日記だとゼファルがキアラに取り付いてから2ヶ月の猶予があったみたいだし、その間セラフィックスに英霊召喚のリソースを割いてキアラが腐り落ちる前にゼファルを倒せていたら、ここまでこじれることもなかった。マスターのリソースを一人に集約していたカルデアの体制の闇を感じる。そうでなくても善人だった頃のキアラが仮に英霊召喚してたら、彼がゼファルを見過ごすわずがない。他にも BB が人間力を称えたトラファインさんみたいに真っ当な神経をしてる人も残ってたし、トリスタンみたいに反転してなきゃ普通に良心的な実質はぐれサーバントもいたわず、対立し合ってるのはやがたちっぽく、たった一人の戦力に対して完全依存しきってるところは北欧野心の異軍隊住人っぽい。グダさん、異軍隊の王になってたりしてない？キアラやトラファインさん、もしかしたらシステムアニムスフィアに取り込まれていたマスター候補たちにサーバントが力を貸す可能性を認めていれば、そもそもゼファルがキアラを腐らせる前にゼファルを倒せてたかもしれない。セラフィックスの汚れ専門の男とか、仮に英霊召喚できてたら果たしてどのようなサーバントを呼んでいたのだろうか。もしたとえ道具扱いでも、それでも当初の目的がゼファルであると英霊が察知できれば排除対象になってたろうし、もしかすると彼の歪んだ心を癒すタイプのサーバントだったのかもしれない。結局ゼファルを倒したのがエクストラ世界におけるアンデルセンのマスターだったわけだし、タイミング的にもゼファルは人類最後のマスターじゃ倒せないマシン、英霊が地獄の果てまで付き合ってくれる人間じゃなきゃ倒せない。そして FGO 世界である以上、キアラはアンデルセンとの運命を果たせない。サーバント同士としての共闘はできるけれども、キアラがアンデルセンを召喚することができない世界、もしかすると本当の意味での反人類史は、例えばセラフィックス職員でも英霊召喚ができてゼファルに対処できうるだけの英霊を呼んでビースト権限を事前に防げる、そういう歴史なのかもしれない。まあいつものですね。新しい何かではバリエーションがもっと広がることに期待したいです。